討論の申し出がありますのでこれを許します。塩川哲也君。私は日本共産党を代表して国家公務員一般職給与法案に対し反対の討論を行います。本案は新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況が悪化するもと、政府が行った自粛要請と不十分な保障によって引き下げられた民間労働者の賃金に合わせて国家公務員の期末手当を引き下げるものです。この引き下げは厳しい人員体制の下で新型コロナウイルスや頻発する自然災害への対応など市民の生命、暮らしを守るために奮闘する職員に冷や水を浴びせるものです。人事院は政府の責任やコロナの影響を一切考慮せず民間準拠だけを理由に期末手当を引き下げる勧告を行いました。これは国家公務員の労働基本権制約に対する代償措置としての役割を無視したもので許せません。本案は国家公務員の生活費を保障せず一方的に年収減を押し付けるものであり反対です。また国家公務員の給与引き下げにより地方公務員、独立行政法人、国立大学法人、学校、病院と約770万人の労働者に大きな影響を与えます。さらには民間事業者にも波及してコロナによって冷え込んでいる経済に対し国民の消費を一層冷え込ませ負のスパイラルを生み出すものです。内需拡大には全労働者の賃上げこそ必要であり消費冷え込みにさらに追い打ちをかける給与引き下げには反対です。なお特別職給与法案については公務員の給与体系が内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、政務官といった幹部職に厚いことから今回の特別職の給与引き下げは当然であり賛成とします。最後に政府が推し進める定員合理化計画の破綻は明らかです。今すぐ撤回し定員管理の柔軟な運用で国民の生命や暮らしを守るために必要な要員を確保する仕組みに改めることを求め討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず内閣提出一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に内閣提出特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本は原案の通り可決すべきものと決しました。お分かりいたします。ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。